ナポリタン。ナポリタンは、茹でたスパゲッティを、玉ねぎ、ピーマン、ハムなどと共にトマトケチャップで炒めた洋食。日本で創作された日本風パスタ料理であり、類似の名を持つイタリア料理のスパゲッティアルラナポレターナ、口実とは異なる。ナポリタンに類似した名で呼ばれるパスタ料理は幅広く存在するが、香港では第二次世界大戦後に、 日本の喫茶店や洋食屋で広く提供されていた軟質小麦を原料としたコシのない麺をケチャップ炒めたものを中心に解説する。その周辺の類似したパスタ料理についても適宜解説する。日本パスタ協会のおすすめレシピによるとオリーブ油を熱したフライパンでベーコン、玉ねぎ、ピーマンなどの具材を炒めた上でトマトやトマトケチャップを加えてさらに炒め、 茹でたスパゲッティを混ぜて塩コショウで味を整えて作る。ベーコンは、ハム、ソーセージなどに置き換わることがある。好みで、タバスコペッパーソースや粉チーズをかける。喫茶店や洋食店などのナポリタンには、茹でた麺を一定時間寝かせる工程や、再加熱時に麺を炒める工程が加わる。麺を芯がなくなるまで茹でて、サラダ油で和え、冷蔵庫で一晩置く。 客の注文が入ってからケチャップ、具と共に、フライパンで炒めつつ、再加熱する。麺を余計に茹でるのも、油で和えるのも、冷蔵保存と再加熱時に水分が飛んで麺が乾燥するのを防ぐためとされる。日本経済新聞のコラム、食べ物、新日本機構で、編集委員の野せやすし猿は、麺を茹でおいて、客の注文が入ってから再加熱する調理法が、 立ち食いそばと同じであると述べた上で、同様のパスタの茹で置きが、ベルギーの街のカフェでも行われている話を紹介し、冷凍麺がなかった時代に生まれた、調理時間の短縮にと思われると述べている。小説家の浅田次郎は、エッセイの中でナポリタンを次のように描写している。また、大衆食を題材にした、エッセイ、丸かじりシリーズで知られる、漫画家の正治佐田は、 ナポリタンを次のように描写している。イタリア料理のはナポリタンとは調理法の異なる料理であるが、見た目や名前を含めて似ている部分もあるので、違いを把握するためにスパゲッティア・ラ・ナポレターナについて記載する。スパゲッティア・ラ・ナポレターナは、ニンニクの香りを移したオリーブ油にトマトとバジルなどを加えて煮込み、裏ごししたソースをスパゲッティに絡めた料理である。 ナポレターナのソースは、トマトソース、ポモドーロソースとは異なり、刻み玉ねぎ、セロリ、ローリエが入り、バジルは必ずしも入らない。なお、食の世界地図によれば、トマトソースを用いた料理には、ナポリ風と名が付き、トマトソースを絡めたパスタを、ナポリターナと呼ぶ。また、ソースナポリテーヌという、ソースエスパニョルにホースラディッシュなどを加えた、都市ナポリとは、 無関係なソースも存在するという。ナポリタンはトマトケチャップを用いて作られる料理であるが、そのトマトが新大陸からスペイン経由で、ナポリに伝わったのは1554年とされる。当時のナポリは良好として名高く、またシチリアと共にスペインハップスブルク町に支配されていたため、スペインを通じて新大陸の食材が手に入りやすい環境にあった。 トマトソースのパスタは17から18世紀頃にはナポリに存在していたとされる。歴史的にトマトベースのソースを記した最初のイタリア料理書は在ナポリスペイン複王の最初にカレーとして使えたイタリア人シェフが表し1696年に発行されたロースカルコアラモーデナ近代的カレーあるいは現代の旧児長などである。同書にはトマトを使った サルサディアイ、ポマドロアラスポーノーラ、スペイン風、トマトソースが記されている。このソースは、皮を剥いて刻んだトマトに、みじん切りの玉ねぎとピーマン、いぶき茶香草、塩、オイル、酢などを混ぜたもので、ラティーニ自身は茹でた肉にかけることを勧めていた。1773年には、ナポリ在住のが、著書イールクロンテ、で、粋な料理人の中で、 トマトソースの汎用性を称賛し、トマトソースと組み合わせるものの例として、肉、魚、卵や野菜とともに、パスタも揚げている。1790年には、ローマ出身の料理人も、著書、L、エイピスヨモーデの現代のアピキウスで、トマトソースとパスタとの組み合わせを紹介している。トマトとパスタを組み合わせた料理のレシピが文献に登場するのは、 1839年に、ナポリのボンビチーノ公爵であるが表した、クッチナテイオリコプロクティーコ、料理の理論と、実践に記載されたベルミチェッリのトマト添えが最初だと、される。18世紀頃のナポリでは、貧しい庶民の間で、トマトソースのパスタ料理、トゥレチェンテジミのベルミチェッリが食べられていた。当時ナポリの路上にはパスタを売る屋台があり、 茹でたベルミチェッリにチーズをかけた、デュエチェンテジミのベルミチェッリ、デュエチェンテジミは2チェンテジモのイ。チェンテジモはリラ、通貨の100分の1のカフェータミが売られていた。さらに1チェンテジモ追加で支払えば、トマトソースをかけることができた。そこから、トマトソースをかけた、このパスタを、トゥレチェンテジミ、3チェンテジモのベルミチェッリあるいは、アトリーエ、3つのベルミチェッリと呼ぶようになったという。 このトマトソースは水も油も入れず、トマトだけを煮詰めたものだった。ナポリでは17の18世紀頃にトマトソースでスパゲッティを食べる習慣が普及したが、他の地方ではこの食べ方は知られておらず、ナポリとその近郊以外では食べられていなかったという。このナポリのトマトソースを使用した調理法がフランスに伝わり、フランス料理に取り入れられるようになった。フランスでは、 スパゲッティナポリテーヌ、スパゲッティナポリテーヌとこれた。明治期の日本ではロングパスタよりマカロニが主流であった。また当時の日本で西洋料理といえばフランス料理であったことからパスタ料理は当初マカロニやラビオリをベシャメルソースで仕上がるフランス料理として調理されていたという。トマトソースが日本に伝わるとトマトソースのスパゲッティ、スパゲッティやラナポリテーヌが フランス料理として提供された。ただし、日本では第二次世界大戦後までパスタの入手をほとんど輸入品に頼っていたため、ホテルや高級レストランでのみ扱われる料理であった。明治30年頃から日本では洋食店が増加し、一部の西洋料理は日本独自の洋食へと変化していったが、パスタ料理は戦前の段階では洋食化することはなかった。 1903年に、フランス料理の大会エスコフィエが表した、ルガイドクーリーネア、エスコフィエフランス料理には、ガルニエルエー、ナポリテイン、ガルニチュールアラナポリテーヌユーナのパスタ料理が収録されている。そのレシピは、スパゲティ500グラムを茹でて、グリエールチーズ50グラム、パルメザンチーズ50グラムをおろしたもの、トマトピュレ1でシリットルを合わせてつないだもの、 バター100グラムを加えて仕上げる。ソース種料理の肉のフォンというものである。これは単品の料理ではなく、オトラガーニチャース、その他の付け合わとして収録されている。また、築地西洋圏の料理長を務めた鈴本俊夫が1920年、大正9年に表した、フランス料理献立書及び調理法解説でも、ガルニエ・ LA エナポリテイン。 ガランチンアラナポリテインいう料理名で、パルメザン陥落を加えたる、トマトソースにて調理したる、スパゲティと、マカロニ、またはスパゲティ LA、ナポリテイン、マカロニまたは、スパゲーティアラナポリテイーンという料理名で、ざっと茹でたるものを、赤ナスのハラショ及び陥落を加え、十分に、ハムの風味をあり足したる厚物汁ジにて煮込む、パスタ料理が収録されている。東京、 銀座のレンガ亭には、1921年、大正10年の時点で、イタリアンというメニューがあった。外国航路のコックが陸に上がって伝えたものという。同店の四代目店主によれば、当時のイタリアンにはトマトピューレを用いていたが、関東大震災後から戦時中に、食料配給制になるまではケチャップを使用していたという話もあるという。 横浜市教育委員会が発行した横浜の食文化 P79 には1934年昭和9年1月の横浜ホテルニューグランドのメニューが掲載されておりそこにはスパゲティナポリテインの記載があるまた同ホテルの支店である東京ニューグランドの1935年昭和10年のメニューにはカタカナでスパゲティナポリテインと書かれているこの スパゲティナポリテインは、裏ごししたトマトと、チーズで作ったソースをかけたものだったと推定されている。当時のホテルニューグランドの総料理長は、ドリアの公安やアラカルトのシルベなどで知られる、サリーワイルであり、戦前に同ホテルで、主要経験のある、小野昌吉は、スパゲッティナポリタンだとか、ご飯をグラタンにしたドリアなんか、ワイルさんが初めて出したんですよと発言している。 古川六波の古川六波昭和日記には1934年昭和9年12月22日に三越の特別食堂でナポリタンというスパゲッティを食したことが書かれているただし六波の記述には少し水気が切れない感じとあるため茹でたパスタにソースを絡めた料理だったと推測されるベス編集部によれば1905年明治38年に 西洋主食料品雑貨を輸入していたカメヤが発行した非売品の本、仏国料織家庭の養殖にトマトソースを用いたスパゲットアライリアンという料理が紹介されている。これはマカロニの代わりにスパゲッティを用いたトマトソースのグラタン風の料理である。1927年、昭和2年の若林軍子、欧米の菓子と料理にはナポリ式。 スパゲッチという料理が紹介されている。これはベーコン、玉ねぎ、トマト缶、トマトペーストを煮込んでソースを作り茹でたスパゲッチにかけるものだった。また、夫人の友1937年昭和12年12月号にはスパゲッチの代わりにうどんを代用して作るスパゲテナポリタンという料理が紹介されている。これは肉と油とニンニクを炒めてから汁だけを残し、 トマトを入れて炒め、トマトケチャップ、月桂樹の葉とシェリー酒を加えて、湯で伸ばし、塩と胡椒で味付けして、ソースとするレシピである。以上のように、戦前にもナポリタンや類似した名前のパスタ料理は存在した。古川ロッパは、ロッパ食団において、戦後のイタリア料理店で供されるスパゲッティやマカロニについて、イタリア料理といえば、我らは戦争前に、 ニューグランドやホテルのグリルでもっと欧風化したやつを食っていると記し、戦前のヨーロッパ風のパスタ料理が戦後のパスタ料理とは異なっていたことを証言している。しかし、戦前のこれらのパスタ料理は太平洋戦争によって一旦忘れ去られることになる。王屋は太平洋戦争によって日本人のそれまでの食文化が一旦完全に破壊されたのだと述べている。 太平洋戦争終結後、日本は GHQ の占領下に置かれた。日本国内にはアメリカ軍を中心とした連合軍が新中軍として駐留し、日本人とアメリカ兵たちとの間には交流も生まれた。そんな中で日本人はアメリカの食文化に接することになった。イタリアからアメリカへの移民はナポリ近傍のカンパニア地方及び シチリア出身者が多かった。彼らは母国から輸入したパスタを食べていたが、その食文化は他のアメリカ人には広まらなかった。というのは、先に移住していた豚肉食文化のドイツ系移民による同化政策があったためである。イタリア系移民の家庭にはケースワーカーが送り込まれて、肉食が奨励され、グナッシュパスタのようなエスニックな食文化は修正されていった。 パスタはイタリアでは富裕層にとってコース料理の中の一品、貧困層にとって単品で全てを満たす手軽な食事という二面性を持っていたが、アメリカでは後者の側面が強まった。パスタはアメリカ人の思考に合わせて大衆化し、その結果として生まれたのがスパゲッティにトマトソースとミートボールとパルメザンチーズを合わせたスパゲッティウィズミートボールであった。この料理は 世界恐慌の折に安価な料理としてイタリア系以外のアメリカ人にも広まったという。兄弟はスパゲッティの缶詰を製造し第二次世界大戦ではアメリカ陸軍に供給する契約を取り付けることに成功した。アメリカ人は兵隊食の缶詰スパゲッティで一層スパゲッティに親しことになった。この缶詰のスパゲッティにはケチャップに近いソースが使われていて柔らかく きっとりして甘いものだった。缶詰スパゲッティに慣れたアメリカ人は腰のない柔らかい麺に慣れ親しみ、その思考に合わせる形で現地で生産されるスパゲッティも硬質小麦ではなく軟質小麦を用いた柔らかいものにった。こうしてアメリカ人はケチャップ愛のスパゲッティを好むようになり、この思考が GHQ と共に日本に伝わることになる。 上野はアメリカのスパゲッティウィズミートボールがナポリタンのルーツであり、戦後に新中軍を通じて伝わったものと推定している。池上も新中軍が食べていたピザやスパゲッティの影響とみている。大谷は1907年に発行されてベストセラーになったの主婦向けレシピ集、料理の科学と美食の技法のナポリ風マッケローニがナポリタンのルーツであり、 戦後都心にできた信仰のイタリア料理店が、米兵の好みに合わせて提供していた料理が広まった、可能性を挙げている。ホテルニューグランド第四代総料理長の高橋、聖一は、ナポリタンは、第二代総料理長のイリエ・シュゲルチューが戦後に、考案したと述べている。ホテルニューグランドは、1945年、昭和20年8月30日のダグラス・マッカーサーの、 来日直後から7年間 GHQ に接収されていた。入江は、新中軍の兵士がケチャップで和えただけの具なしスパゲッティを食べているのを見て、ケチャップだけでは味気ないと考え、生トマト、玉ねぎ、ニンニク、トマトペースト、オリーブオイルでトマトソースを作り、炒めたハム、ピーマン、マッシュルームを加えて、ソースで和えたスパゲッティを考案したという。このスパゲッティは、 スパゲッティナポリタンと呼ばれた。高橋によると、ナポリタンという命名は、中世の頃ナポリの屋台で、庶民向けにトマトソースをかけたスパゲティが売られてたことを、ヒントにしたものだという。入江の、スパゲティナポリタンは、ケチャップを使ってはいないが、7割型茹でたパスタを冷まし、5から6時間放置した上で湯通しすることで麺の、もっちりした食感を出す。 という一手間を加える工夫は、異例の功績とみなされる。高橋は中世ナポリ風であることが、ナポリタンという名前の直接の由来であるとしているが、渋川は、入江は、死のサリーワイルを通じて、フランス料理のスパゲッティナポリテーヌのありを知っており、日本人が呼びやすいように、ナポリテーヌをナポリタンに変化させたのではないかと考察している。なお、入江は、 スパゲッチナポリテインの提供されていた東京ニューランドに1936年昭和11年頃から勤めている。上野は戦時中に陸軍の厨房兵として従軍していた入江に旧海軍のマカロニナポリタンという料理名の記憶があったのではないかと考えしている。また横浜市の下野洋食レストランセンターグリルでは1946年 昭和21年の開業時よりナポリタンにケチャップが使用されていたとされる。高価で加工に手間もかかるトマトを使わずケチャップを用いるのは町の洋食店ならではの工夫だとしてセンターグリルがケチャップナポリタンの発祥であると見る向きもある。ただし同店の創業者の石橋豊吉はワイルの経営していたセンターホテルで修行していて異例とも信仰があり、 開業後にも入江からアドバイスを受けていたという。太平洋戦争の終結後、深刻な食糧難に陥っていた日本では、米不足を補うために主食として、粉食の普及が推進された。これによって、日本の製粉業も急発展する。1952年、昭和27年に、麦の政府統制が、間接統制に移行したのを契機に、 小麦の加工も買い取り加工制度に変更され、自由競争が行われるようになった。製粉会社は自由に原料を買い取って、製粉できるようになった一方で、大幅に淘汰された。1954年、昭和29年3月、日本は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、ミュージュアルセキュリティアクト、MSA に調印した。 MSA は本来軍事援助のためのものであるが、その中にはアメリカの余剰農産物を購入する余剰農産物購入協定も含まれていた。日本はアメリカ産の小麦50万トンを受け入れることになった。この MSA 小麦は政府から製粉業者に払い下げられることになったが、日本で需要のあった高質小麦ではなく軟質小麦だった上に、 他の輸入小麦に比べて割高であり、質もあまり良くないものだったという。余剰農産物の輸出と軍事援助を組み合わせた MSA には批判も多く、余剰農産物の処理は農業貿易開発援助法、ザ・アグリカルチュラルトレードデベロップメントアシスタンス、ACT、通称 PL480、パブリックロー480、広報480号に引き継がれることになる。 日本は、この PL482 も上院し、1955年、昭和30年5月、アメリカ産の小麦約34万トンを受け入れた。この時、アメリカから輸入された小麦は、薄力粉となる、軟質小麦であった。もともと、オレゴン州で採れる小麦は、ウェスタンホワイト市という軟質小麦であったためである。アメリカにも、 デュラム小麦がないわけではなかったが、その産地はロッキー山脈より東側の中西部諸州に限られており、日本向けに太平洋側へ輸送するのはコスト面で無理だった。従来の日本産の小麦も軟質のものであり、必然的に日本のパスタは薄力粉で打った腰のないものになった。1956年、昭和31年、日本食生活協会は、 厚生省との連携のもと、栄養指導者、キッチンカーを使った栄養指導、キッチンカー事業を開始した。この事業には、アメリカ合衆国農務省の代行機関である、オレゴン小麦栽培者連盟が資金を提供していた。日本人の栄養改善のために粉食を奨励していた厚生省と海外市場の開拓を図る米国農務省の思惑が一致した形だった。 キッチンカーは全国各地をめぐり主婦層に直接粉食推進、油摂取拡大による栄養改善を指導した。キッチンカーの混立てに最低一品は小麦を使うことが米国側からの条件であった。後に大豆の用も条件に加わったので、パンはもちろんのこと、スパゲッティ、パンケーキ、ドーナツなど小麦粉と油を使う料理が実演とともに、 無料で振る舞われた。このキッチンカーによる料理指導のほか、フライパンでの油物調理を進める、フライパン運動や、タンパク質の摂取を呼びかけるコマーシャルなどによって、日本の食生活の洋風化と栄養重視志向が進んでいった。小麦の大量輸入と前後する1954年、昭和29年、イタリアからパスタの自動製造機が輸入され、 1955年、昭和30年には、ママーマカロニの前身となる、日本マカロニ株式会社と日本製粉の多いブランドがそれぞれ国産スパゲッティの販売を開始した。日本国内でパスタの大量生産が始まったこの年は、パスタ元年とも呼ばれる。この時、販売促進のデモンストレーション用に、ナポリタンの原型とも言える。 ケチャップを混ぜて炒めるパスタが登場し、調理が簡単なメニューとして、喫茶店や家庭に広まっていったという。ただし、上野によれば、昭和30年代の時点ではこの、ケチャップを混ぜて炒めるパスタは、ナポリタンという料理名では呼ばれていなかった。上野は、1967年、昭和42年に、高森孝さんが販売したパスタが、 ナポリタンの製品化の講師と推測する一方で流通販路が限られていたためその名称が全国的に広まったとは考えにくいと述べている。ママーマカロニでは1964年昭和39年にソース入りゆで麺のパックをイタリアンという商品名で販売しており、その後1983年昭和58年にイタリアンのソースをグレードアップしたものを ナポリタンという商品名で発売するようになった。前川健一によると、1970年昭和45年発行の日清製粉株式会社70年史に、マカロニ類は麺類の中では得意な存在であって、業務用が主体となっている高級品であるとあり、1960年代にはまだ家庭ではスパゲッティはあまり食べられていなかった。イタリア料理店もそれほど、 多くなかったため、スパゲッティといえば、喫茶店や洋食店で食べるもので、家庭で盛んに食べられるようになったのは1980年代か1990年代かもしれないという。池上はパスタ料理が庶民に普及した理由として、1970年代からのファミリーレストランの交流を大きな要因として挙げている。 ファミリーレストランの先駆けとされるスカイラーク1号店の開業時のメニューにはスパゲティナポリタンも記載されている。1991年発行の調味料、香辛料の時点では東京地区と大阪地区で実施された家庭内におけるケチャップメニューの出現頻度のアンケートにおいてナポリタンはスパゲティパスタとは別項目に分けられた上で出現頻度の高いメニューとして 東京地区の5位につけているスパゲティパスタは東京、大阪ともに3位。1980年代半ば頃までは飲食店におけるスパゲティはミートソースかナポリタンの2種類しかないことがほとんどであった。この2種のスパゲティは喫茶店、学校給食、食堂などでも広く親しまれるようになった。1970年代から1980年代に かけて、スパゲッティの味付けや種類は多様化していく。また、1990年代の炒めし、ブームによって、日本でも様々な本格的パスタが食べられるようになった。その一方で、ナポリタンを強食する飲食店は以前より減少することになった。小説家の浅田次郎は、ナポリタンを見かけなくなった原因について、主たる提供場所であった。 喫茶店が少なくなっし,しまったからであると記し、自身の成果の喫茶店もバブルの影響で閉店したことを明かしている。近年、懐かしさや目新しさを求め、単体料理としてのナポリタン人気が再燃している。この点について、片岡義雄は、ナポリタンが復興したのではなく、バブル崩壊に伴う経済的縮小により、 本格イタリアンが衰退したのだという論を紹介している。ナポリにはケチャップ炒めスパゲッティはない。米国生まれのトマトケチャップを味付けの主役に使用することはまずなくピーマンやハムが入ることはない。唐辛子加工品であるタバスコペッパーソースが入ることもない。漫画家山崎まりは自身のイタリア留学時代の体験を綴った漫画エッセイ、それでは 早速、ブオナッペチトで、ナポリ出身のルームメイトとナポリタンをめぐる天末を描いている。そこでもトマトケチャップを用いるナポリタンはナポリ料理ではないと否定されている。ルームメイトが作った一見ナポリタンらしきものは、スパゲッティアンラアマトリジャーナオリーブオイルで、刻み玉ねぎとベーコンを炒め、白ワインとトマト水煮を入れて煮込むソースのパスタであった。 イタリア出身者にとってはフライパンでスパゲッティを炒めることはありえず、パスタは茹でたらそのままソースに和えるだけという。食物史研究で知られるボローニャ大学の教授の1991年時点の談話によると、イタリアでは近年までスパゲッティやマカロニの需要は主に南イタリアに限られており、イタリア全土でスパゲッティが食べられるようになったのは約40年前。 1951年前後からのことだという。この点について、前川は第二次世界大戦後、日本と同じような形で、アメリカの小麦やパスタ文化がイタリアへ流入したのではないかと考察している。伊丹十三はコラム集、女たちよ、の中で、日本のナポリタンを強く批判した上で、本格的イタリアのトマトソースを紹介しているが、そのレシピはといえば、 アメリカの食文化であるはずのタバスコペッパーソースを入れると書いている。ホワイトキュラソー、オレンジキュラソー、ホワイトラムを使用したカクテル、ナポリタンが存在する。この他、見た目も色も材料も異なる複数のカクテルがナポリタンと呼ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。